サバンナヨコクビガメは、爬虫高カメ目、ヨコクビガメか南米ヨコクビガメ属に分類されるカメ。別名リャノヨコクビガメ。エクアドル、コロンビア最大高長36センチメートル。オスよりもメスの方が大型になる。廃甲は卵型で扁平。後部円甲板は滑らか。廃甲の色彩は、褐色や暗緑色一色。復興は大型。 左右の復興版の継ぎ目の長さよりも左右の股間版の継ぎ目の方が長い。復興の色彩は単光色で個体によっては不明瞭な暗色の反紋が入る。頭部は大型。粉炭は先端がへこみ二股に分かれる。下顎には二本の髭状突起がある。頭部背面の目の間には細い溝が入る。体色は灰色や褐色で。 口しとも呼ばれる顎の角質部は黄色。頸部や四肢尾の色彩は灰色。腰体の背光は褐色で、甲板の継ぎ目が黒く円甲板の外縁が黄色い。C 甲板にあまり発達しない筋状の盛り上がりがあるが、成長に伴い消失する。また、頭部の反紋は白や単光色なのに対し、生体では褐色や肺褐色になる。オスは、 頭部の反紋が、妖体の色彩を残す個体が多い。和名や、英名の通りサバンナを流れる河川や地上、湿地に生息する。水生傾向が強いものの、日光浴を好み陸に上がることもある。植生は雑食で、魚類、両生類、昆虫類,類、甲殻類、水草、果実等を食べる。成長に伴い植物食傾向が強くなる。 水面のプランクトンを腰取って食べることもある。寒気になると数少ない水場に集団で集まり、その場にある有機物を食べ寒気をしのぐ。さらに妖体は水中でカピバラの糞を食べた例もある。繁殖形態は乱生。雨季の終わりから寒気に1回に5から20個の卵を産む。卵は次の雨季に孵化する。生息地では食用にされることがある。 ペットとして飼育されることもあり、日本にも輸入されている。生息地では保護されているため世界的に見ても流通は稀。世界的にも近年までほとんど流通のない種だったが、最近では2006年に養殖されたと思われる個体が多数流通した。ありがとうございます。